やった持ち直したぞ。偶然俺が取ってきた案件が大口の仕事に発展してさ、落ち込んでいた業績はそれ以前よりむしろ良くなったんだ。カトリ君、業績まで復活させるとはさすがフェニックスだね。いえ、俺じゃないです。全部音無先輩のご指導のおかげで。あれ先輩？あ、いた。音無先輩。ごめん。あ、いえ、先輩がいなかったのでどうしたのかなって。本当よかった。絶対に契約数を取り戻すって言ったけど、本当は自信なかったんだ。私一人じゃ無理だった。カトリがいてくれてよかった。おとなし先輩、いつもあんなに人一倍努力してるのに、それでも不安でいっぱいで、だけど一生懸命立ち向かう、すごく強くてかっこいい人だと思うんだ。だから俺は一生あの人についていこうと決めたんだ。大恋愛なんですね。